神戸丸は四国フェリーが運行していたフェリー。本項目では1991年就航の三代目を取り扱う。神戸丸の大船として、さぬき造船鉄工所で建造され、1991年10月14日に就航した。1995年に発生した阪神淡路大震災では、同航路で運行されていた、六甲丸、古駒丸、コンピラに、 立林に、神高丸の各船と合わせて1月24日から2月2日まで入浴施設の提供を行った。1998年の航路廃止により、掲船された。2000年、機関室での火災により修理が必要となった立林に、の大船として、加藤機船に要船され、就航した。立林にの復帰後も予備船として引き続き就航したが、2003年10月、 加藤基船からジャンボフェリーへの航路移管にあたって引退した。2004年、韓国の南海高速に売却され、ナビーがサックカーフェリーナンバー7となり、2019年までシカドチェジュ島航路に就航していた。四国フェリー加藤基船南海高速船体側面は、青のラインに赤の S マークがデザインされていた。ファンネルは通常のデザインで、 左限工部に一本設置されていた。1九9七年五月十八日、一時二十五分頃、神戸港から高松港に向かっていた元船は、小戸島地蔵崎東大の南南西九百三十メートルの地点で小型タンカー広塩丸と衝突した。ビザ瀬戸東高路東口へ向かって作業していた元船の右限選手が、同行していた広塩丸の左限選手に、 後方から約15度の角度で衝突、直後に、元船の右玄後部と広塩丸の左玄後部が再度、衝突した。衝突により、本船は右玄選手部に警備がオウソン及び、右玄後部に、作家賞を生じ、広塩丸は左玄選手部及び、左玄後部にオウソンを生じた。本船は、衝突約6分前に、広塩丸を確認していたが、左玄45度から、 方位の変化なく接近する第3線の動向に集中しており、衝突約3分前には第3線と衝突の危険を感じて、極微速前進として第3線と広塩丸へ単衝灯を照射したが、衝突に至った。事故原因は、本線が同性監視不十分で、衝突回避措置を取らなかったことにより発生したが、広塩丸が同性監視不十分で、 警告信号を行わず衝突回避措置を取らなかったことも一因とされた。ありがとうございます。